はい、どうもこんにちは。クリックボック編集長の伊沢です。ライターの川上です。ナイスガイの菅井です。はい、本日は何をやるんですか？はい、今日は年代推測ゲームタイムラインです。知識と推測力と運が必要なボードゲームをご用意しましたので3人でプレイしてみましょうと。おお、知識と推測力と運、うん、あ、勝った。運強いからね最後の要素に全掛けルールを説明をいたします。はい、出来事が書かれたカードを年代順に並べて場に年表を作っていくというゲームです。あ、自分のターンが回ってきたプレイヤーはカードを引いて、うん、その出来事が年表のどこに位置するのかを予想します、うん、正解したら1ポイント獲得で、最初に5ポイント獲得した人が勝利と。まあ最初もともと1枚、あ、1枚置いてあるんだ、はい、あ、なるほどね。あ、七並べ的なこと。まあそうですね。そう、あ、すげえ、確かに神のような例えで不正解の場合のみそのカードは没収となります、はい、つまり誰かが正解するたびに場のカードの枚数はどんどん増えていきますので、選択肢が増えてどんどん難しくなっていくと。ドン。この今のルールは一応動画用のオリジナルルールにはなるんですけども、グッズ自体は市販されているものですので概要欄にリンク貼っておきますので、はい、やってみたい人はぜひと。ぬわるほど。一番上を、一番取ってください。で、すぐ閉める。こうする。あ、なるほど。なんて書いてますか？ヘリコプターの発明。はい、ヘリコプターの発明。みんなこういう感じのカードが入ってます。はい、なるほど。これで実際にあったこと？はい、もちろん。あ、そうなんだ。これ1500何年とか、ね、ひっくり返してみましょう。1820年、1500年って。全然ちゃうやん。ニュートンより前とかじゃない。全然ちゃうやん。これ、鋭く気づいてしまったんですが、はい、僕、一人じゃないですか。その通りだ。クイズだよね。クイズだよね。そうですね。しかも、二人とも文系ですね。ほんとだよ、超伝導のさ、発見とかさ、カメリンオンネスとか。カメリンオンネスが出ればワンチャン。そうですね。じゃあ、菅井さんからにしましょうか。はい。はい、どうぞ。じゃあ、いきます。5ポイントで勝ちですね。はい。ファスナーの発明。お、発明シリーズ。ファスナー。ヘリコプターより先か前、後か。うん、そうですね。現状2択です。うん、ファスナー、昔からあった方がいいと思う、みんな。ちょっとコメント欄に書いて。ファスナーはヘリコプターより前だと思います。おい。おい。1891年。結構ギリやんけ。そうなんだ。新しいんだね。新しいってことですね。じゃあこれ、菅井さん普通に不正解と。不正解。0点で、このカードは消滅。はい。はい、ドン。マチュピチュ遺跡の発見。これ知ってそうじゃない？クイズ王の見せどころですよ。ハイラム・ビンガムが知事だったと思う。これ1900年とかじゃなかったっけ？こっちだと思うんですけど。ドン。1911年。うわ、強い。はい。はい、強い。強い。ハイラム・ビンガム、いずれ。はい。じゃあ1点なんだね、今。1点ですね、僕ね。はい。はい。ティーバッグの発明。ティーバッグの発明。こうちゃんみんな昔から飲んでるだろうね。昔から飲んでる。でも、このスタイルに。このスタイルって結構難しいんじゃないと思うんだけど。うん。茶こし使うのがめんどくさいっていつ思ったかってことですね。そうですよね。そうですね。だってでも、ティーバッグって、まあ、ファスナーもそうだけど、今もこう。今もこう、確かに。でも、マチュピチュも今もこうだよね。マチュピチュはもっと前からそうですよ。でも、ちょっと、かけてみるわ。ここ。間。ああ、一番年代的には狭いで、さあ、行きましょう。行きましょう。ドン1900。1908年。すげえ領域に入れた。3年さ。じゃあ、行きます。はい。フルートの発明。え、これはもう大昔にあるよ、絶対。日本にもフルートみたいな楽器あんじゃん。なんか、雅楽とかやってさ、平安時代からありそうなやつ。だからヘリコプターの発明より前。いきます。ドン。マイナス3000。3万5000。すげえ、ね、すげえ。3万5000年前から人は音楽を奏でていたんですな。じゃあ僕の2ターン目いきます。催眠術の発明。バカだね。催眠術の発明ですか。催眠術って発明されたんだね。ねえ。とあるところで。でも最初にやったやつがいたみたいな話でしょ、うん、どうせ。まあ、で、ここの頃には催眠術やってるようないかがわしいやつは絶対いるはずだから、うん、この辺りだと思うんでしょう。はい。まあ、確かに。どうでしょう。バン。オーケー。1776年。あ、結構最近。結構思ったよりはこっち側でしたね。うん。まあでも1点は1点。卑弥呼とかやってること催眠術じゃないの。まあ確かにね。この時代はもうそれが正しかったから。はい。川上2ターン目は、鍵の発明。超重要な。超重要ですね。鍵キー。割と大事ですね。この辺だと思うんだけど。さあ、鍵の原型ぐらいはあるでしょう。ドン。マイナス2000。マイナス2000。この辺。まあまあそうですね。まあそれぐらい。うん、聞きます。はい、ドン。クロワッサンの発明。この形にいつしたくなったかってことでしょ。そうですね。そうですね。ある日突如この形にしたくなった。 うわ、三日月にしたらかっこよくねって思った
年があるんだよね、こんな。そうですね。クロワッサンは昔だと思います。いきます。ほん1685年。おお、ね、合ってますね。はい。最初の白昼武装銀行強盗。昼間にやったやつだよ、最初に。これアメリカンのスタイルだから、多分ここら辺だと思うんですよね。西部開拓時代とかじゃないの。ああ、うん。なるほど、なるほど。いくぜ。バン !1866年。素晴らしい。素晴らしいね。すごいですね。論理適当やったけど。ドン。ネッシーの最初の目撃報告、これやばいぞ、知ってないとやばいやつだぞ。そうなの。ネッシーのことを研究し始めたよりももっと前。最初ってのは聞くかんで、ここにしときます。おい。はい。せーの、ドン !535年。あ、でもこれ、535年か。格好がもう535年の格好してるの。確かに。いきます。はい。意味わかんない方出てた。童謡カラスとキツネ予想。童謡童話童話カラスとキツネ。まずそれを知らないんだが。まずそれを知らないし、何を答えればいいのかわかんない。童話カラスとキツネが出た。出たってことですね。欲しい。これだから、わかった。催眠術より前かとかでしょ。なんで催眠術催眠術基準でけえ。1800年。はい。いきます。ドン !1668 年クロワッサンより前なんだね。いや、この話にはクロワッサン出てこない。絶対出てこない。わかった。ズン。郵便箱の発明。郵便を確認しながら、なんか足んねえなってクロワッサンを生み出した可能性があるから、郵便箱はここ。行くぜ。オープン !1653年すごいすごいすごいいいとこに収めましたね。論理は適当だった。論理は適当だったが、30年差に収めた。ビーチフェンシングの発明。こいつフェンシング強そう。こいつフェンシング絶対強いね。絶対強いよ。こいつは強い。ちょっとパパス感を感じますね。お、やられちゃう。うわぁこの辺の、はい。はい。に置いてみよう。フェンシングの発明は、お、1553年。結構意外と新しかったですね。はい、いきます。ガスライターの発明。こいつ新しいよ、絶対。結構新しい顔してますね。ガスライター。はい。ここの辺でいきます。オープン。オープン。1946年。おー、すごい。ザン牛の家畜化そこでそういうの出る絶対この辺じゃないじゃんでもさすがにフルートを吹く余裕ができたのは牛を家畜化してからだと思うんだよね。はは、お、卵攻め、行くぜ。はい、勝つで。牛の家畜化オープン。マイナス9000。マイナス9000。ダメでした。チェスの発明。ナイトとかにいるし。チェスの発明はおう、570年オープン、570。これ当たるな、油ランプの発明。なんか、火に光がありますね。で夜もチェスやりたくなったんだよ。あ、絶対そう。夜チェス用ね。夜チェス用。いきます。オープン。マイナス3000。すげえ、鍵より前なんだ。トランプの発明。出た。ドナルド。トランプ。ドナルドだったらもう。発明だ。ガスライターといい勝負。70歳。ね、ガスライターリアルにガスライターぐらいじゃない鍵を発明する前にトランプ発明する人類は結構バカだと思う。いくぜ、決めるぜ、決めるぜ、はい、ドン。あ、900。やったと思った。チェスだって、うん、チェスより、あ、後なんだ。チェスより、ね、決まりませんね、このゲーム。決まりませんね。こういうの引くね。何が何が。最初の空飛ぶ円盤の出現。なんかムーみたいになってくる。バカグルーだ。出現に関してはわかんないじゃん。もっと前はね、この頃からいたかもしれない。そう、観測じゃなくて出現なの。フルートに呼び寄せられたかも。催眠術の後くらい、ここに置いて入れてみましょう。根拠は全くないです。オープン。1947。えぇ、ー、猫の飼育の始まり。食べ物を穀物を表すネズミとかさ、そう、うん、そうですよね。退治できそうな気がするよね。日本に猫入ってきたのそれって言われてる。あ、そう、ネズミ取るために。うん、泥棒よりもネズミ対策の方が重要なんじゃない。まずだけでここだと思います。はい、いきます。オープン。トゥーマイナス4500。あ、意外と最近だったけど、まあ最近の規模がもはやって感じだね。もはや。いいぞ。フォークの発明。フォークの発明。しかもフォークを食ってるやつがおよそ人間とは思えない面をしてる。フォークの発明は野球ができてからだよ。いやー、今辛いです。無視されたね。大正時代にはもうカードがあったらしいよ。フォークの発明はここです。オープン。おお、結構972年ってチスより後じゃん。じゃあみんななんかクイーンとキングで食ってたってことかな。
ていうか、そういうボケはする。エレキギターの発明。これはね、これはだってもうさ、これはなんか絞れそうですけど、ね、もう決まったんじゃないですか。これエレキギターなのかな、そもそも。いや、エレキギター。それはエレキギターだ。ここにします。はい。はい。1911と1946の間。まーす。オープン。1924。おお。へえ、すごい。僕ガスより後だと思った。ということで、加藤さん優勝。イエーイ。これ意外ともつれましたね。もつれましたね。長くもつれましたね。なかなかもつれましたよ。はい、ということで今回はですね、タイムラインという年代並べボードゲームをやりました。いつも通り動画のシェア、高評価、チャンネル登録、Twitter のフォロー、質問、コメントお待ちしております。それではさようなら。はい、質問コーナーです。東大王に出演している東大生とはプライベートで関わりありますか？クイズ系のメンバーとはね、クイズしたりはするけどね。あと、まあ、ご飯食べたりとかはするけど、基本はそんなにというか、大学生の上級生で、5年、6年とやってると結構みんな忙しいから、あんまプライベートな時間で一緒にってことはないっすね。そもそもまあ、なんかプライベートの時間は大体一人でいる気がするな。一日誰とも会わないということも多いですけどね。まあ、やっぱ勉強しているとね、やっぱ自分の時間が必要になってくるんで、他人に影響されない時間をいっぱい取りたいなと僕は考えるタイプなので、あまり関わりはないです。残念残念かな。まあでもそっちの方がリアルだよねという感じです。今回の質問こんな感じ。またまたさようなら。